皆さんこんばんは、えりこです。今日は JLPT N1 レベルの語彙を紹介します。今日の言葉はサバサバです。擬音語擬態語ですね。意味は2つあります。嫌なことが終わって良い気分がする様子、他の言葉で言うとさっぱり。2つ目が動作や性格に嫌味がなく、物事にこだわらずあっさりしている様子。それでは例文を見ながら使い方を確認していきましょう。苦手な同僚との仕事が終わってサバサバした。苦手な同僚との仕事が終わってサバサバした。彼はサバサバしているので喧嘩をしても謝ればすぐに許してくれる。彼はサバサバしているので喧嘩をしても謝ればすぐに許してくれる。やっと受験が終わってサバサバしている。やっと受験が終わってサバサバしている。彼女は誰にでも明るくサバサバした口調で話す。彼女は誰にでも明るくサバサバした口調で話す。YouTube メンバーシップを始めました。メンバーの方への特典です。JLPT N1 レベルの問題の回答解説の動画を見ることができます。これは個人のオンラインレッスンと同じような内容で約1時間の動画です。ライブ配信の際にメンバーバッジが表示されます。そして最後にメンバー限定の動画や投稿にはコメントができます。この動画には残念ながらコメントができないんですが、メンバー限定の動画や投稿には皆さんからの質問や感想などを書いていただくことができます。毎月490円のサービスです。いつでもキャンセルできますので、ちょっと気になるなという方はぜひ登録してみてください。メンバーになる方法ですが、この動画の右下にあるメンバーになるというボタンをクリックしてください。詳しい情報が得られます。えりこ塾では個人のオンラインレッスンも受け付けています。えりこ塾 .com のウェブサイトからレッスンを予約してください。ポッドキャストや SNS もありますので、よかったらフォローしてください。えりこ塾が主催するワクワクコミュニティは、日本語を通して国際交流をするコミュニティです。ぜひワクワクコミュニティの YouTube チャンネルも登録してくださいね。SNS もあります。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。また次のレッスンでお会いしましょう。